宇宙の騎士テッカマンは、タツノコプロ制作の SF アニメ。1975年7月2日から12月24日にかけてネットテレビにて放送。全26回。心臓人間キャシャーン。ハウラケンポリマーに続く、タツノコ SF アクションヒーロー第3弾。主人公の南城にが変身するヒーロー、テッカマンは、中世の鉄仮面をモチーフとしている。監督は、 前半を笹川博史、後半を鳥海久志行が務めた。制作当時の大ヒット映画、日本沈没や、ノストラダムスの大予言などに代表される、終末ブームと、公害などの社会問題といった、様々なテーマが、ストーリーに絡む、シリアスな作品である。映像面では、舞台である宇宙の無重力を表現するために完成を、生かした盾、 エアーブラシを使用した特殊効果、タイムボカンと同じく、スキャニメートによる画像変形技術をオープニングに採用し、掛け声にエコーをかけるなど音声面でも工夫を凝らした意欲的な作りとなっている。こういった作風には、宇宙版、ガッチャマンという意図もあったという。第11話、失われた宇宙船は、傑作エピソードとして名高い。しかし、前年の他社のテレビアニメ、 宇宙戦艦ヤマトが打ち切りになったように、宇宙物を当てるのは難しいという当時のアニメ業界のジンクスを破ることは叶わず、本作も半年で打ち切りとなった。最終話は敵の集団ワルダスターの巨大宇宙要塞にお竹びを上げて、決戦に挑むテッカマンの姿で終了し、結末は描かれていない。1年間の予定で構成されたストーリーが、 本格的に動く前に終了したことから多くの謎が残されたが、1990年代にパイオニア LDC が発売した LDBOX の解説書には第3クール以降の構成案も掲載されており、これによって本来の最終話までのストーリー進行と謎の一部が明かされている。構成案によると、第27話からはディープ広報で人類の移住先探索に旅立った。 テッカマン一行とワルダスター艦隊の新たな戦いが大宇宙における未知の自然現象を交えながら描かれる予定だった。また、第一話で死亡したと思われていた白ニの父がワルダスター側のテッカマンとして現れ、悲劇の親子対決を繰り広げるほか、ワルダスターを率いる宇宙帝王ドブライの正体は全宇宙の意志とも言える不滅の超生命体であることが明らかになり、 自らの母性を公害で滅ぼした地球人の宇宙進出は許されないという終盤の展開も練られていた。その終局については、激闘の末にワルダスター艦隊との最終決戦を制したテッカマン一行は人類の移住可能な惑星をついに発見するが、その星の先住民は核戦争で死に絶えており、大地も荒廃して久しい状態だった。しかし、クリーン。 アース計画を転用すれば復興可能であるという結末が脚本の須山里志らによって構想されている。17年後の1992年には当作の設定を間骨脱退したテレビアニメ宇宙の騎士テッカマンブレードが制作され本作が成し得なかった結末を描ききている。2015年5月27日にはキングレコードより BD ボックスが発売された。 21世紀、人類は宇宙へ進出し始めていたが、地球はそれまでの環境破壊によって植物は死に変え、数年後には死の世界になる運命だった。環境回復のために、クリーン・アース計画を行ったものの、すでに地球の環境は回復不可能なレベルに達していた。宇宙開発センターの天地局長らは、全人類を他の天体に移住させる計画を実行させるため、 超高速工法の開発に全力を注いでいた。そんなタイムリミットの迫る地球に宇宙征服を企む悪党星団ルダスターが突如襲来、地球に総攻撃を開始する。主人公、南城には、天地局長が開発した身体能力を飛躍的に高める装置、テックセットシステムで超人的能力を持つテッカマンに変身し、 ワルダスターの円盤群を退けることに成功する。そこへ特殊能力を持つ謎の男、アンドロー・ウメダが現れ、白2に地球人以外にもワルダスターに反逆する宇宙人がいることを教えるが、白2はカタクナにそれを信じない。しかし天地局長はアンドローの知識と能力を買い、白2とコンビを組ませる。最初は嫌悪だった二人だったが、次第に互いを認め合うこととなる。 それを見た、天地局長は、開発センターの研究員であり娘でもあるヒロミ、アンドローについてきた異星の生物、ムータン、テックセットシステムを内蔵したロボットペガスを加え、スペースナイツを、結成、ワルダスターから人類を守る任務を命じた。だが、ディープ工法が実現しなければ、ワルダスターを退けたとしても人類は、滅んでしまう。スペースナイツは、ワルダスター撃退とともに、 ディープ候補を持つ宇宙船を無傷で手に入れる手がかりをつかもうとするが、天地局長が開発した宇宙活動用のシステムがテックセットシステムである。このシステムは宇宙開拓をよりスムーズに進めるため、宇宙服なしでも真空の宇宙空間を活動できるように研究していたものを実用化したものである。そのシステムを使って肉体を強化した人間をテッカマンと呼ぶ。 ペガス体内にあるテックセットシステムを使用し人間の細胞を凝縮強化することであらゆる環境に対応できる超人テッカマンが誕生するテックセット時には次のプロセスを経るペガステックセッターと白ニが呼ぶペガスが認識しラーサーと答えるセッタールームに侵入しステップに乗りパワーラップ と叫ぶと認識されセッタールームが閉じる。セッタールームのターミナルグリップを握ると細胞を凝縮強化するために全身を鎖かたびらが覆う。全身が強固なプロテクターに覆われる。ボルテッカが旋回しながら機体にセットされる。装着完了後に特殊な高圧電流が全身に注入流され細胞が凝縮強化、プロテクターがカラーへ変わる。この結果、 プロテクターに覆われる時に瞳に装着した黄色の目に反射して映る。瞳の動孔が消える。宇宙空間の活動を目的としているが、スラスターの類はなく、もっぱら完成へ移動を行うカッペがスキー場にて移動する。テックセットシステムには改良の余地があり、テッカマンになるには特別な波長を受け入れられる。体質と変身の苦痛に耐えうる強靭な精神力と、 体力が必要で、今の時点ではテッカマンになれるのはシステムに適合する、極小数の限られた人間のみである。シロニア・ビリーがテッカマンに変身できたのも偶然であり、ビリーは地球人だから変身できるだろうという根拠のない、ワルダスター側の判断でテックシステムにかけられ、奇跡的にテッカマンに変身できたことが作中で語られている。 適合のメカニズム自体不明な点が多く、シロニは1回目のテッカマンへの変身後、変身の副作用で倒れている。また、テッカマンの変身時間には時間制限があり、一定時間を過ぎると、肉体の細胞が崩壊してしまい、適合者でも死んでしまう。宇宙パイロットとして鍛え上げられたシロニの肉体も、例外ではなく、37分33秒までしか。 肉体強化を維持することはできない。また、生涯テックセットしていられる時間も限られている。エネルギーが完全に尽きるとプロテクターは分解、可視状態となってしまうが、時間制限内なら肉体強化が続いているため、生身で宇宙空間に放り出されてもすぐに死ぬことはない。ただし、制限時間内にペガスの蘇生エネルギーを受けなければ、死んでしまう。主な武器は、 以下の通り、堀田文ンは、坂谷清のペンネーム。本作における、スペースナイツの了解故障は、ランサーであり、本来は、アイサーサーと同じような海洋系由来のもので、実行しますというような意味を持つ。タイムパトロール隊タ助けマンの了承故障、パトランサーは、これに由来する。ブレードでもこの後は使用されており、本作との共通点の一つになっている。 ありがとうございます。